本日よりミキさんが加わることになりました。経験としてはアコギだっけ。あ、なんか他にもできたりする。違う、なんか勾玉でした。は、何、なんか今頭の中に絵だけ浮かんで、うん、勾玉の絵が浮かんだんです。あ、これオカリナだって思って言ったんですけど、うん、それオカリナじゃなくて勾玉だったっていう。オカリナは、うん、やばいやばい、すごいな。なんか音楽以外に趣味とかあったりしますか。外区表示板って、外区表示板ってわかりますか。どういうこと。写真があるんですけど、こういうのを集めるのが好きなの。こういうの集めるの、うん、ああ、それ写真撮るのが、なんかずっと撮らなかったんですけど、うん、なんか友達になんかいっぱいになったらあげたいなと思って、その友達も欲しいって言うから。え、ちょっと待って、山本なんですけど。ちょっと言わなくていい。山本さん、山本なんですけど、お友達の山本さんが、はい、結構歩くんですよ、2人でもう10キロぐらいは歩いちゃうんですね、一緒に歩いて。うちらはお金を使って遊びするんですけど、なんか葉っぱ拾ったりとか。ちょっと待って、あと銭湯に行くのがすごい好きです。あと銭湯に行くのが好き。あ、よかった。銭湯に行きつつ、そんないろいろやってます。銭湯に行きつつ葉っぱ拾ってるんですよ。マジで。山本さんと一緒にいるときは どんな感じなん。もっと早いです。結構もうテンションマックスマックスで、スカイツリーの周り測定しちゃいます。幸せもらうんです。なんかあんないい素晴らしい友達で、もうなんかもう山本さんでプレゼント会になっちゃう。本当素晴らしい人間なんですよ、本当に。一番いいなって思うところは何なの、やっぱ山本さん。このインタビュー、これ。